鈴木さん、はい、それでは人気の MCIT そしてフィッシングモデルもご紹介お願いします。はい、こんにちは、ボードワークスの鈴木です。よろしくお願いします。インフレタブ、空気で膨らます板です。で、MCIT の特徴は、最大の特徴は機質が3つに分かれている、この空気を入れるところのバルブの脇に書いてありますけれど 7PSI、それから向こうの上のところに真ん中のところは 14PSI 空気を入れるように書いてあります。このポンプの付属のゲージで、7黄色のところと14このオレンジのところまで空気を入れるようになります。14っていうのはシュブと一緒なんですけれど、安いインフレタブルっていうのは圧力は上げられません。それだけ作りがしっかりしてないと圧力上げられない。やっぱりその圧力を上げられることによって板は硬くなります。安定性、それから安全性も上がります。特にこれは機質が3つに分かれてますので、どこか万が一1箇所に穴が開いたとしても他の2つで十分な浮力を得ることができます。ということで、アメリカでは、湖、川、ビーチ、ほとんどが国有公園になってます、国定公園になってますんで、そこでインフレタブルを使うにはライフジャケットを着用義務付けられてますが、この MCIT に関してはリジット、硬い板と同じ扱いでライフジャケットを着なくてもそれだけの安全性が認められています。特に今この紫スポーツさんではこれもだいぶ今年私の仕入れが値上がりしたんで商品の希望小売価格は値上がりしてるんですが、ゴデミ期間中だけですかね、去年と同じ値段で出てると、かなりお買い得です。で特に、このそのラインナップの中が、9フィート、10-6、11-6、11ありますけれど、このスペシャルカラーのモスグリーンとグレーのフィッシングモデル、これは釣りをすごく意識しています。他のインフレタブルの板が、34インチぐらいの幅をなんですけれど、このモデルだけは40インチあります。1メーター近く幅があって、この上で、フライロッドを振って釣りができるような、設計になっています。ここに四角いこの白いアダプターついてますけれど、これはですねスコッティっていうプレジャーボートなんかで使ってるロッドホルダーを付けられるようなベースになってます。ここにロッドホルダーを2つ付けて、ノーズのところにアンカーシステム、重りのアンカーでは、ではなくて、パラシュートアンカーなんか軽いものをおすすめしますけれど、アンカーをノーズにつけて風で流しながら釣りをすると、ヘビータックルを持って出てもこれで浮力も十分ありますので、おすすめです。この構造上両側にチューブの大きな浮力があって、真ん中のデッキが、ちょっと低めになっているということで安定性抜群ですし、この、デッキ部分と両側のチューブの間にチャンネルがノーズからテールまで走っています。ですから直進性も抜群ですというのがおすすめの理由で、例えば川ラフティングするようなところを立ったまま降りてきたりとか、そういうエキストリームな使い方にも適している、もともとそういうのを目的として作られていたんですので、とっても安心して、サップを楽しむことができると思います。ありがとうございます。世界で一番安全な MCIT ですね。よろしくお願いします。ありがとうございます。